こんにちは、こんばんは、シャリです。シャリジャパン、プレミアリーグ優勝を目指す、企画、第3回目ですね。いや、3回目じゃないか。何回目か忘れたけど、はい、始めます。今日はカラバオカップですね。なので、ちょっとね、選手を結構入れ替えようかな。今までこういうスタメンやってたんだけど、もうガラッと一気に変えちゃおうと思います。原口をどうするか、左とか置いて、前回久保くん良かったんで、久保くんちょっと出そうかなと思ったけど、ちょっと疲れてるから伊藤純也で行こうか。トップはどうしようかな、ちょっと上田綺世。ボランチは、柴崎と、田中碧か。森田ってか出してなかったんだ、今まで。多分だけど。もったいないな、それは。柴崎のところ、森田にするか。で、あとは、左サイドバック全いないんだよな。伊藤にやらせる？で、吉田とも、もう、ガラッとメンバー変えよう。センターバックいねえ。全然いねえんだけど。板倉、とりあえず板倉。海谷さん出すか。で、右サイドバック4は、右サイドバック無料でいっか、無料や。で、旗手左サイドバックとかやらせてみたいけどな。旗手左サイドバックちょっと いっちゃうか。これ良さそうじゃないですか。伊藤は左利きだから左の方が良さそうだね。でゴールキーパーは川島で行こう。川島で前田、鎌田王の方がいいかな。原口トップ下みたいな感じで、なんだろう、ちょっとハードワークしてもらおう。中井君ちょっとベンチ入れるか。で中島翔也もベンチ入れて、海安もベンチ。堂安あんま出させてあげてられてないから、ちょっと堂安やっぱ入れるか。これでいいっすかね。まあ一応橋本健人もベンチに入れとこうかな。よし、じゃあこれでいくか。はい。ブラックバン戦いきます。今日はね、まあ、Gリーグ、J1 終わったということで、ちょっと、やっぱ J リーグについてちょっと話そうかなと思う。てか J リーグについてしか話してないんだけど、いや、優勝は、マリノスでしたね。まあ、横浜 F マリノス。まあ、さすが、まあ、最後の、最終節の前と、それも、もう一個前。まあ、ちょっと、2連敗しちゃったけど、まさかって相手に、ね。それでもね、まあ、最後、しっかり勝って、優勝したということで。いや、最後の前は、最終節の一個前は別にあれだ。全然圧勝してたわ、浦和に。ちょ、忘れてたね。え、腹で、上がって、パス通るか？いや、完璧。いや、原口のね、動き出し素晴らしかったね、今。話のちょっと続きどうしよう。もう話の続きするか。まあ、周りのすごい優勝。もう川崎もね、一人少ないながら、FC 東京にね、勝ってたからね、すごいよね。で、結局、降格は、清水と、岩田が確定しましたね。で、京都は、熊本とのプレイオフで、まあ、昇格か、降格する方が決まるという。今日ね、熊本とね、今日、山形のプレイオフあったんですけど、いや、非常に面白かったね。すごいいい試合だった。どっちともね、なんかお互い結構攻めるチームだと思ったんだけど、やっぱ、面白かったところ、やっぱ最後の方だね。最後の2対2で迎えたあと10分ぐらいのところで、熊本はやっぱりね、引いてたら結構点取られちゃうんだよね。なんで、引かずに、しっかりちゃんと前からプレス行って、ちゃんと引き分けに持ち込んだ。まあでも最後の方ね、本当のロスタイムとか本当危なかったんだけど、まあ、しっかりね、防ぎましたね。いや、さすがだった。で、プレイオフ、は、来週1週間後ですね。熊本と京都の勝者が戦うところで。いやー、どっちが勝つんだろうね。僕的には大木監督をしてるんで、熊本に頑張ってほしい。しかもね、大木監督が京都時代にプレイオフを戦って、その時は確か京都がプレイオフで上がれなかったんだよね、J1 に。ここで京都と熊本が戦うっていう、まあ大木監督で熊本が戦うっていうのは、なんかちょっと、運命を感じるよね。
これ大丈夫か。いや、いいね。伊藤結構なんか、ボール刈り取る感じがするわ。攻撃は失敗です。はい。で、繋げます、繋げます。で、僕はね、J1 最終節は、前半はマリノスの試合見てたんだけど、マリノスなんかもう勝ったなと思ったんで、途中で、降格駅、争いっていうか、広角、その清水と札幌の試合見てましたね。清水がね、逆転てか、勝ち越してたんだけど、札幌がね、融合比、ちょっとすごかったね、すごかったてか、来年ちょっと楽しみだよね。今シーズンまだ来て3ヶ月しか経ってないけど、いや、惜しい上田で決めてくれよ、そこは。無理に厳しいコースを狙わなくても良かったかもしれません。あ、でもこれはきついか。やっぱりね、サッカーね、サッカーってやっぱこのプレイオフみたいな、やっぱこのね、ヒヤヒヤ感がやっぱあるのがいいよね。なんかもうこの見てられないみたいっていう、見てられないような試合。PK 戦とかもそうだけど、やっぱそういうのやっぱね、面白いね。お、これヘディングかよ、上田ですよ。何やってんだよ。まあまあまあ。もう言ってほしいな。一応ね、今シーズン今のところのシャリジャパンはこれ負けなしなんで。カップ戦もしっかり勝って、勝って、タイトルを取りたいね。ここで前半終了の末、ハーフタイムです。このブラックバーンってなんか聞いたことあるんだよな。昔プレミアいたっけ？いなくて、ただ単になんか名前がかっこいいからなんか覚えてるだけかな。個人的にね、プレミアリーグ昔なんかいたなっていうチームはね、あれだね、サンダーランドだね。いつだ ?2007 年とか ?2010年どれぐらいの時だっけ？アンダーランドが J1 にいた時にね、その時もね、ブラックバーンいた気がすんな。なんかの J スポーツで海外サッカーとか全然わかんなかったんだけど、なんかね、そういう番組をちょっと見てて、なんかプレミアリーグにも、やっと確定したようですね。なんか、試合にプレビューじゃないか。なんか試合後の監督のインタビューとか放送してて、なんか、アンダーランドっていう名前はね、結構頭の中に残ってる。そうです。名前、なんか頭の中にさ、残る海外のサッカーチームってやっぱあるよね。個人的にやっぱ一番サンダーランド。なぜか頭の中に残ってる。ブラックバードもかっこいいよな。試合終了まで残り時間は30分です。上田ですよ、収めて、ちょっといいね。サポートの選手がいます。はい、で、旗手やった、旗手やった、上田ですよ、パワーシュート見せたいな。パワーシュートいけ。どこ蹴ってんの？いや、これ俺が下手くそなだけだ。いや、これは、溜めて、あれはちょっとひどいわ。でも、よく思い出した。ドア抜けろ。いいオーバーラップが来て。上田さん、出して。上田さん。いや、もうキーパー。神セーブすぎてる、今見た。やば、今手一本ですね、その人。試合終盤で1点リードを許していますが、サポーターはまだ追いつけると信じているんです。で、今日ってね、今日あのプレイオフの試合見ててね、やっぱりね、最後の最後、負けてるチームが攻めるじゃないですか。あれ引きっぱなしだとね、大体点取られると思うんだよ。しかも、2対2という状況で、1点取られたら、ちょっと、昇格ができない可能性が、結構高まる、というようなシーンで、やっぱね、面白いね、プレイオフ。今シーズン、何年ぶりかにやったけど。残り時間は10分です。まあ、あれだよね、そう、今度1週間後にやる、これ、あるぞ。パス。移動案決めた。ここでゴール。いやー。堂安これ固有か？なんかガンバ自体も固有だった気がする。いや、わからねえわ。で、選手変えます。ちょ、ピピ入れるか、ピピ。橋本健太もちょっと入れるか。ちょっと今日なんか出してない人入れるか、最近。中島翔也、左でね、できますね。中島翔也とかもね、代表に、4年前だったら絶対中島翔也とか呼ばれると思ってたもんね。
約4年前中島翔也呼ばれなくてね。一番良かったのも多分中島翔也だもん。まあ、ポリバレントじゃないっていう理由だけで、許されてたけどね。これ、いや、ほら、しっかり、腕出せ。いや、しっかり決め切る。で、ワールドカップでもね、しっかり、腕出せ、やっぱね、日本人にないシュート力を持ってんだよ。パワーがあるよね、シュートに。それはでも世界行ったら多分普通なんだよね。あのポドルスキとかがさ、日本にエリーが来た時とかさ、すげえシュート速いなんかなってたよ。シュート速かったんだ。やっぱりでもそういうシュートの速さ、パワー持ってるのって思い出したと思うから、あと何でもできると思うしね。はい、これ試合終了3-0。まあカラバーカップなんでね、まあここはしっかり勝ち切ったと。まあでも控え選手がちゃんと点取ってくれたのよかったね。はい、試合後インタビューを通します。はい、じゃあ今回はここで終わりです。まあ特に何もありませんでしたが、はい、一応次回は確認するか、リバプールですね。いや、楽しみだ。リバプールにどこまで行けるのか。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。